はい、こんばんは、ポップです。今回は相場とは関係ないお話をしていきたいなと思っております。えー、3月15日日曜日。 つれずれなるままにということで、こちらをね、話をしていきたいと思います。昨日ね、私の方は動画を9本上げさせていただきまして、今日は完全にまお休みにしようかなと思ったんですけど、夜の時間になりましてね、やっぱり動画を上げないということは少しね、寂しいなということで、こちらをね、ちょっと書いてみた次第でございます。今回はね、相場には関係ないお話となりましたので、興味はねない方は完全にスルーしていただいて、一個に構いません。 ということなので、まあ、少しね、付き合ってやるよという方はね、えー、よければ聞いていただければと思います。えー、それでは、相場を解説してみて、思うことを少々ということで進めていきましょう。まず1つ目でございます。えー、アウトプットをするためには、多くのインプットが必要だな、えー、これをね、感じたところでございます。えー、私はね、えー、日頃は金融機関の、ね、サラリーマンをしているということで、ふ、まあ、普段からね、相場や マーケットにはね、え携わる機会が非常に多いというところでございます。ただね、動画で皆さんにね、アウトプットしていく、まあ、チャート分析をするにしても、マーケットのね、相場感をお話しするにしても、もう少しね、深く勉強しなければ、なかなかね、YouTube 上でお話しすることが難しいということなので、まあ、その勉強がですね、結局は自分のためになっているという形でございます。そしてね、この夜の時間に自己検算することによって、まあ、次の日のね、自分の 仕事ににも役に立つとということで、まあ、皆さんにねお役に立てればということはもちろんなんですけど結局はね自分自身に跳ね返ってきてまあ、いいね仕事のリズムができるという形になりますので、まあ、一石二鳥と言いますか自分自身が勉強して自分のビジネス仕事にも役に立つそして皆さんにも役に立つということでは、ね、非常に有意義な動画のアウトプットからと個人的には思うところでございます。 まあ、何を、ねえー、お話しするか、勉強するから自分のためになるというのは、ねえー、この通りなので、まあえー、皆さんだけではなくて自分自身のためにもやっているという形でございます。えー、そして2つ目いきましょう。はい コメントをいただくことが結構嬉しかったりしますよというのが2番目でございますやっぱりねこの YouTube はコメント欄というところがありますのでそちらでいただくコメントというのは結構ね嬉しかったりするケースがございます、まあ、参考になりましたとかね勉強になりますとかね書いていただくと非常にありがたいかなと思いますもちろんね批判的なコメントもあるんですがまあそういったね人もいるんだねとこういった人もいるんだねということでまあ、ただね動画の内容をねそれ これによって、えー、少し見直していくだとかそういったところもね生かしていきたいなと思いますので、まあ、コメント欄はね自由なんですけどただね、えー、ちょっと人格を否定するとか汚い言葉がねあった場合には、えー、これはね、えー、削除させていただこうかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 やっぱりね、コメント、こういったところを見ることによって、自分自身を振り返るという形にもなりますので、こういったところはね、良くも悪くも参考にしながら、今後の動画作成に生かしていきたいなと思っておりますので、引き続きね、何か思うところがあればですね、コメントいただければ非常に嬉しいなと思います。ただね、数が増えてきちゃいますと、なかなかね、返信ができないかもしれませんが、基本的にはね、見たコメントにはマークをつけてね、お返しをしておりますので、よろしければ、またよろしくお願いいたします。 はい、えー、では3番目いきましょう、えー。YouTube をやることでマーケティングの勉強になりますというのがね、えー、これは本当初めて見て、えー、気づいたところでございます。えー、誰が見るのか、どの時間に、えー、見られやすいのか、えー、皆さん見てるのはねスマホなのかパソコンなのか。 そして年齢だとか性別はどういった層が多いのかそしてどのような通貨が受けがいいのかとかねこういったものが Google の、ね、アナリティクスという機能がありますのでそれを見るからに見ることによってねちょっとマーケティングの知識が深まるかなというところでございます具体的にねまあ皆さん見ている方はですねこのチャンネル一番多いのはねやっぱり自分と同じ年齢ぐらいのですね40歳前後の方々の男性がね一番多いかなというところでございますそしてね最近 思うところでは、昔はね、えー、通貨で言えばトルコリラがね非常,に人気非常に人気があったという形なんですけど、最近はねメキシコペソが、えー、意外にもね人気かなというところなので、まあ、そういった通貨のトレンドだとかね、ね、えー、まあ、どういったサムネイルを入れれば受けるのかだとかね、ねそういったものが非常にねマーケティングの勉強になるということで、これはね今まで気づかなかったところでございます。引き続き続、ね、別にあの 動画の質を上げるために頑張ることは間違いないんですけど、やっぱりより多くの方に見てもらうというね、マーケティングに関してはまあ、いわゆるウェブマーケティングですね。まあ、こういったところに役立つと思いますので、引き続きね、こういったことを試しながら、皆さんもね、こういったところを見ていただきながら、まあ、コメントとかね、いただければ参考になりますので、よろしくお願いいたします。あとね、スマホ、パソコン、どちらが多いかというのもね、非常に勉強になるんですけど、だいたいね、今スマホで見る方が7割から8割ぐらいですね。パソコンの方は、 その反対ととといいうところでございますあとスマホもね、えー、iPhone、iOS 使う方や Android を使う方とかもね見れますので非常に参考になるかなというところでございます。はい、えー、じゃあまったりね次、4番目いきましょう。えー、ちょっとね深い言葉かもしれませんけど人生と仕事について深く考えるようになる。 これはねどういったことかと言いますと、自分は何をやって生きていきたいか。そして、やっぱりね自分自身が思ったのは、今、金融に関するね仕事をしているんですが、やっぱりね私自身は、自分自身は金融に関わって、皆さんのね役に立って、まそこでね人生過ごしていきたいと思っております。ね やっぱりこういった YouTube をお話しする際には、いろいろね、電車乗っている時だとか、まあ仕事の休憩時間だとかも、やっぱりね、考えるケースが非常に多くなってくるというところでございます。そして私自身はね、やっぱりやって飽きないというのは、この金融といいますか、このマーケットのね、相場というのは、どれだけ勉強してもね、結構ね、苦にならないといいますか、えー、まあ好きなんでしょうねという形でございます。なななかなかねサラリーマンの方でですとと好ききことをビジネス仕事にできない というの多くく聞んですけど私自身は非常にハッピーと言いますか、やっぱり好きな金融知識を利用しながら、それを極力分かりやすく皆さんに伝えていくということがリアルのところでもできておりますし、今こうやって皆さんと YouTube でつながっているということでもできているかなというところでございます。今後、サラリーマンを辞めるかどうかは別としまして、やっぱり金融知識金融に関わって今回は FX というところで ございますが、まあ、その他の、ね、金融商品等も非常に、ね、勉強を重ねることによって皆さんにアウトプットして、ね、お役に立って人生これからを、ね、過ごしていければと思っておりますので、まあ、そういったところで、ね、深く考えられるようになったというのは、ね、この YouTube のおかげかな相場解説のおかげかなと思うところでございますちょっと、ね、何言ってるかわからなくなってきてしまいましたが、まあ、こういった、ね、動画ですのでご了,ご了承くださいじゃあちょっと、ね、最後になりますが5番目でございます まあ、最後はね、えー、お金かというところでございますが、まあ、少なからずね、YouTube の広告でお金をもらえたりするということでね、えー、これ結構ね、えー、最近おかげさまで視聴者数が増えてきましたので、えー、まあ、ある程度のね、お小遣い程度のお金がね、なんと Google から振り込まれるというところでございます。結構ね、えー、面白いですよね。Google から振り込まれるってなかなか今まで経験なかったんですけど、まあ、こういったところでね、えー、少しばかりお金を受け取ることができるというのは、やっぱりモチベーションのアップにつながるなと。 と,いうところでございます、まあ、これらもね、えー、やっぱり皆さんが見ていただけるからということで、まあ、今回はね、広告はね、ちょっと入れないような形でございますが、少なからずね、広告ちょっと入れさせていただいてるんですけど、まあ、そういったところでね、少しばかり金額いただければ、私自身のモチベーションにも上がりますし、これがね、本格的に軌道に乗ってくればですね、また私も多くの時間を使って、情報発信ができるという形になりますので、このお金というのはね、モチベーションアップと とともにですね自分自身の時間が自由に使えるためにねお金というのは必要だと思いますのでこれからも継続していきたいと思いますしまあ、えー、っとね収益はどれぐらいかというのはね YouTube の規約でお話はできないんですけが、まあ、結構ねいいお小遣いになってくるかなというところでございますのでここで最後はね結局お金かというところでございますが発表させていただいた次第でございます。 はい、えー。ということでね、えー、以上で、えー、ちょっと思いつくがままにですね、えー、お話をさせていただきましたが、えー、ちょっとね、マーケットの話じゃなくて申し訳なかったところでございます。えー、引き続きね、えー、最後となりますが、 私のね、動画いいねというボタンを押していただければ、モチベーションアップになりますし、最近ね、チャンネル登録も多くの方にいただいている形になりますが、引き続きね、まだ登録されていない方はチャンネル登録。あとね、ツイッターのフォローでも、まツイッターの方でもね、相場や政治についてだとかね、経済についてもつぶやいていく形、なかなかね、ちょっと多くのやきはできないんですけど、ちょいちょいつぶやいていきますし、あとね、LINE の友達追加に関しましては、推奨トレードということで、それをね、全く持って で真似するということではなくてあくまでも自分の考えと参考にしていただくということでね推奨トレードラインでね配信しておりますのでこういったところで使っていただければなと思うところでございますはい、以上でね私のちょっとね暇つぶしにお付き合いいただきましてありがとうございましたまた今後もね毎日動画の更新をねアップしていくことを皆さんとやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします今回は以上ですバイバイ